やっぱり硬化水による、粉に水を含ませる、抱かせるというすごく大きなテーマがありますので、そこを細かくルヴァンリキッドを使って美味しいパンを作っていく上でのポイントを説明していきたいと思っております。硬水と軟水の、粉に与える影響の違いっていうのを、皆様も、知ってはいるけれども、なかなか、触ったり理論的に、勉強する機会がないと思いますので、この実験を通して皆様の、もっと理解を深めていただくというようなきっかけになってくれればいいなというふうにしております。どっかでしくじってしまうとすごく、問題解決が難しいし、こうどうしても回復そのどっか何かが問題あった時にトラブルシューティングする手というのが限られてしまってる。見た目は一緒なんだけど、中の菌が、乳酸菌、ライ麦由来の乳酸菌か、それともブドウ由来の酵母なのかというところが大きな差でした。失敗は発酵がその過ぎたやつの方がすごく出てきやすいので、やっぱり発酵をちょっと皆さんの感覚で言うと、8割7割か8割ぐらいでちょっと早め早めに止めてやった方が、失敗が少ないんじゃないかなというふうに思います。やっております。でここで切り離せないのが水の硬度。ペーハバはよくね、こうルヴァンのことで言うんですけど、なかなか硬度について話することがないので、少し実験を含めて考えてみたいと思います。よというか、これが、硬度1468がこれコントレックスです。もうバラバラなんですけど、一応これ低いやつ、硬度、22g。 だからもう全然同じ水なんだけど硬度が全然違うやつで、同じ粉でどれだけ違うかっていうのをちょっと実験してやってみようかなと思います。全然こう指に引っかからない、もうトロ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 っていう表現が正しいです。入るとやっぱ味がボケる方向に行くので、そこにその生地の緩い物性を成立させて美味しくなるように、例えば粉に特徴をつけたりで、こう材料の味を引き出すみたいなところが成立しているというのがすごく重要ですよね。3つが硬化水による食感で、オートリーズバシラ味によりしっかりとその選んだ粉でグルテンを獲得する。これはもう水も影響してきます。で最後に、そうですね、はい、理論も、知ってる、案外知ってるだけで理解できてない部分っていうのは、理論でちゃんとおさらいができて、それをちゃんと実験して身につけることができる。でそれをまた次の製パンに生かすというようなことが、ちょっとできる。でこれがもう大事なことだっていうことが、ちょっとでもこう伝えられたことが一番良かったことかなと思います。